眼科医の平松です。今日は親が緑内障だと自分が緑内障になる確率は何パーセントぐらいあるのってことについてお話しようと思います。よく聞かれるんですよね。私の母親が緑内障なんですけども、私も緑内障になるんでしょうかとか、すごく心配で不安で眠れないっていう方もいると思います。結論から言うと、だいたい元の 2,3 倍見込んでいただくと、いい感じなんですね。じゃあ元は何パーセントなのっていうと、一般の成人で40歳以上であると、だいたい 5% って言われてます。ですから、親が緑内障があれば、その倍から3倍ということで、10から 15%、両親ともってなると、4倍とかって見積もっていただいていいと思うので、2割とか、2割、3割という感じのイメージ。つまり、普通の人だと 5% が、片親が、緑内障であったとして、1割から 1.5 割ぐらい、両親だとして、2割とか、3割とか、これもいろんな統計があるので、もっと少ないよってデータもあるんですけど、このぐらいのイメージ感を持っていただくと、十分かなって思います。つまり親が緑内障だと私ってもう 100% なるんだぐらいに思う人がいるんですけど、最大 2,3 割なんですよ、なのでもちろんね、特殊な緑内障のタイプだと代々緑内障とかっていうね、そういう遺伝形式を持った人もいますけれども、そうでない、一般の緑内障であれば、両親とも緑内障だとしても、2、3割かなっていうぐらいの、イメージと思っていただければいいかなっていうふうに思います。ただ、2、3割だといっても、それって40代とかの話で、70代になってくると、そもそも 10% なわけですよ。そこから逆算していくと、2、3割っていうのは、簡単に言うと片方の親の場合であって、両親になってくるとその倍になるので、4割から6割、半分近くは、緑内障のリスクがあるのかなと。ただちょっとこれオーバー目に見積もってるという統計でもあるので、あくまで概算として、そんなイメージと思っていただければと。だから、仮に片親ですごく毎日不安ですっていうと、1割なので言うほど不安になるのもちょっとどうかなっていうふうに思うので、もちろん不安自体も良くないので、あまり心配しないで毎日楽しく過ごしていただいて、もちろん最低限の検査は受けて早期発見できれば、今の時代きっちりと見えたまま過ごせることが多いですので、あまり心配しないでいただければと思います。今日の動画いいなと思ったら高評価ボタンとか押してくださればと思います。よろしくお願いします。